さて、クラスメートの部屋を物色していきましょう。リアルでやると犯罪だから、みんな気をつけようね。さっきは調べても何も出なかったけど、綺麗なドレッサーだ、熊のキーホルダーが置いてある。ああ、ピンク、いや紫、なんか中間ぐらいの色の熊だな。手を挙げて、で、絵が出るっていうことはさすがになんかあるんだと思うけど、あれかな、凶暴化して襲いかかってくるのかな、熊が。いや、ドレッサーの可能性もあるな。高級感のあるクローゼットだ。扉付きの本棚だ。教科書や漫画、小説が並べられている。お、ここで選択肢。漫画、小説を調べる。漫画の話なんかしてたよな、メアリーな。恋愛 99%。一巻、数学の天才、恋愛を解く。いや、なんだろうね。表紙だけ見るとなんか、ちょっといかがわしい本に見えなくもないかな。ピンクがすぎるんだよ。いやまあでも、厚さは結構あるから、健全っちゃ健全か。ほう、数学的理論から恋愛を解くと。なるほどね。ここにある漫画全部恋愛漫画みたいだ。なんか同じ漫画を繰り返し読んでるっつって。帰りに借りようかな。おや、ドレッサー、おこですか。おこなの？小説を先に調べようか。ウィンドフラワー。ここにある小説はこのウィンドフラワーだけみたいだ。他のはじゃあ教科書とか、さっきのいかがわしい、いかがわしくないね。あれ健全な本だね。ウィンドフラワー。どんなお話なんだろう。作者がボッタン一花でいいのかな。イラストが花一花。これドイツ人物じゃないか。兄弟かもしれん。主人公アドニスは幼い頃から両親に虐待を受けていた。原因は3歳頃に発覚した発達障害だった。アドニスの症状は自閉症スペクトラムという症状で、主にコミュニケーションの障害を患っていた。そんなアドニスが両親から虐待を受け続けて3年。6歳になってもアドニスは両親から虐待されていることを誰にも話せないでいた。そんなある日、旅行から帰ったアドニスの叔父が連絡もなしに家へやってきた。偶然にも両親が外出している間にやってきたのだ。叔父はすぐにアドニスの腕のあざに気づいた。それから両親の虐待が発覚し、アドニスは児童養護施設に預けられることになった。日々の苦悩から解放されたアドニス。だが、それでも両親のことが忘れられずにだ。そんな中、里親を希望する夫婦が現れる。アドニスはこの先、本当の愛、本当の幸せを手に入れることはできるのか。これは、アドニスの一生を描いた、感慨深い物語である。感慨深い。これは、なんだ、裏とかに書いてある、あらすじか？虐待が主軸の小説みたい。
幻覚なんかじゃない。これは誰かの記憶だ。私に何か伝えようとしているの？今の声、メアリー。何かあったのかも。メアリーの叫び声が聞こえてるけれども、ちょっと今の回想をまとめさせてください。どっかの会社で放火が起きたっていう話をしましたね。で、放火といえば、メアリーの母親が亡くなった原因、これは関係してそうな気がするね、さすがに。で、そのニュースを見ていた人が、お前の父親がって言って、自分の娘に対して、なんかしてましたよね。傷つけた、殴った、してたんだよな。自分の娘に対してお前の父親がって言ってるのがどうにも許せない。っていうと、その子は里親として、さっきのウィンドフラワーではないけれども、なんか、来た子、かな？で、虐待の果てに最後に嘘つきって言って海に身を投げたね。で、海に身を投げたっていうのは多分新聞にあった腐敗した死体っていうのは関係すると思う。ただ、嘘つきっていう言葉の意味に関してはちょっとわかりかねる。で、メアリーのとこに行こうとして、あ、調べて場合じゃない。先に調べてけよかったか。観葉植物も調べらんないか。いないな。メアリーがいない。メアリーはどこに行ったのか。メアリーはここか。違うね。さて、2階、外は開かないわな。びくともせん。メアリー、どうしたの？返事をして。メアリー？メアリー、一体何があったの？痛い。こっちで音がして来てみたら、急にそれが。それってこのスコップ。スコップ、貴様やりやがったが、まったくこれだから喋れば信用できないぜ。そうよ、これは怨念のせいか？怨念が怨念？もういいから喋らないで。傷口が少し深い。このままだと出血が止まるまでに時間が。ていうか、スコップの傷って結構あれだよな。なんか、傷口複雑になってそうだよな。フランベルジュで傷つけられたあれみたいな。必要なものを持ってくるから、メアリーはここで待ってて。おや、ニューカマー、足音。メアリーのお友達さんですか？私は知れねえ。君、メアリーの妹さんだよね。悪いんだけど、今そんな話をしている場合じゃないんだよ。何かあったんですか？メアリーネーの悲鳴が聞こえて、心配で降りてきたんですけど、メアリーって呼んだり、メアリーネーって呼んだり、双子かなとも思ったんだが、どうだろう。メアリーが怪我をした。傷口が少し深いけど、多分軽傷で済んでると思う。深いのか軽傷なのか分からんけど。怪我？メアリーネ、一体何があったの？話は後。今は腕の止血をしないといけないんだ。この家に、救急箱はなかったかな？あったら持ってきてほしいんだけど。わかりました。救急箱ですね。持ってきます。あ、これで妹編に来たか。確かダイニングで見たような。ダイニングってこの下？これ、セーブってもしかして。あ、できるー。妹さん、ごめんなさい。あれ、妹さん名前出るだっけ？しまった。全然気にしなかった。ダイニングだけど、このまま移動できるから、ちょっと探索してみようか。そういえば、こっちに包帯もあったよな。中に包帯が、ああ、これはダメか。ダイニング行けってことだろうけど、ちょっと一旦この状態で回らせてください。多分カットすると思うけど。
まあ、案の定と言うべきか、何もなかった。救急箱これかな？これだ。救急箱、傷を手当てするのに必要なものは一通り入ってる。あ、名前やっぱハテナハテナハテナなってんな。これが本当に妹。でもメアリーとは普通に会話してたから、まあ妹か。名前はそのうちっていう感じかな。一応こっちも探索させていただきとうございます。念のため冷たい水もあった方がいいかも。このくらいの小瓶で十分かな。瓶を入手しました。水を、ああ、ここで汲むのか。冷水を入手した。なるほど。水を、と救急箱か。てか普通に水道の方に移動すればいいんじゃないかな。ずっと廊下にいるのは、さすがにちょっとね。いや、安静にしといた方がいいのか。救急箱持ってきました。ありがとう。これでなんとか応急手当てはできそうだ。っていうか、シレネさん、え、なんかシレネになってない？気のせいか。冷静すぎないかい？今更か。大丈夫かな？なんとか血は止まってきたみたいだから、ひとまずは安心だね。早く病院に連れて行きましょう。ごめん、今は連れて行けないんだよ。え、どういうことですか？玄関が開かない。というか、ビクともしないんだ。だから今は、メアリーを病院には連れて行けない。あのさ、メアリーは三人家族って言ってたけど、他にここに住んでいた人とかっていないの？いましたよ。姉もねっていうお姉ちゃん。実の親が迎えに来て、それで今年の1月に引っ越しちゃったんです。実の親か、じゃあ、里子としてここに来ていた、さっきの階層のっていう可能性もなかないけれども、まあミスリードの可能性も否定はできない。まだ結論は出せないね。実の親。姉も姉は、幼い頃に両親から虐待を受けていたみたいで、虐待が発覚してからは児童養護施設に預けられて、すぐに私たちの両親が引き取ったんです。そうなんだ。シレネさん、一体なんでメアリネーにこんなことが起きたんでしょうか？今はわからない。でもこの家には何かあると思うんだ。私はそれが何なのか探りに行く。私もメアリネーのために動きます。メアリがこうして怪我をした。メアリの妹ならなおさら危険な目に遭わせるわけにはいかない。そういえば、妹さんの名前を聞いてなかったね。シャオです。メアリのためにも、シャオはここにいた方がいいと思うよ。シレネさん、私は、それでも。この家の謎、メアリたちのためにも解決しないと。解決する義理ってあるのかな？ただのクラスメートでしょう。探索し終えている。おっと、これ第一部完っていう感じかな。しかし、里親として来たか、児童養護施設から。なんだろうね、ウィンドウフラワーの、なんか物語になぞってる感じ。できすぎてる気もするんだよな。とにかく気なくさい。まあ、とりあえずいいセーブ。こういうね、いろいろ考察していくのが楽しいんだ。また不可解な現象が起きるかもしれないし、気をつけて探索しよう。ここはがっつり電気ついてる感じするね。赤バラ。バラ。バラバラにはなってないね。さて、じゃあまあ、とりあえず探索していこうか。白バラ。いろんなバラがある。
てか、とにかくお花だらけだよね、この家ね。絵といい、人の名前といい。12月25。メアリーは20日誕生日だったんだよね。こっちは、洗面所か。タオルが3枚並べられている。おやすさんと姉妹か。ヘアブラシが置かれている。で、シャワールーム。蛇口をひねっても水は出ない。清潔感のある浴槽だ。浴槽。さっきからなんかすごい割れるね。温度差かな。焼き炙りみたいな。これは、青バラ。バラの枝。この、あれか、また花びらの枚数数えなきゃダメかな。いや、不可能でしょ。紫色の観葉植物のようだ。ああ、ラベンダーの。こんなに高級感のあるパカパカは初めてかもしれん。ちょっと感動した。赤バラが、なんか、2階はとにかくすげえバラがいっぱいあるイメージだな。この棚動かせねえか。なんか、収まりいいよな。後ろになんか隠し扉とかすげえありそう。バラ。掃除用具のほうきはバケツが置かれておる。なんか水とか必要になったらこのバケツかな。白バラ。やっぱまたバラだ。これは、ああ、ここもセーブか。とりあえずセーブ磨けたらしておこう。ピンク色の観葉植物のようだ。また随分と情報が多いんだよな、本当に。毛布がくるまれている。オカルト関連の書籍が積まれている。っていうと、ここが、妹さん、シャオさんなんで。シャオっていう名前も、なんか植物なのかな。何かの記録本のようだ。読むよ。そりゃ読むさ。自爆霊についての記録。自爆霊とは強い恨みや悲しみでその場を離れなくなった霊である。自爆霊がいる場所に行くと、行く、または住むことで憑依される。普通自分が住んでいる場所に自爆霊がいれば、憑依される確率は高まる。高まるのかな？なんか自爆霊って結構いろんなとこいそうなイメージないでもないけど。または憑依されるって言うけど、これ、ほぼ 100% なの。なことないよね。しかし、ごく稀にではあるが、自分が自爆霊のいる場所に住んでいても、憑依されない場合がある。ちょっと待って、ごく稀なの憑依されない方が。じゃほぼ確実に憑依されるっていうこと。やばくね、自爆霊。自爆霊に疲れると、怒りの感情、悲しみの感情などの、両極端の感情が行ったり来たりする場合がある。その両方が一遍に襲ってくる場合もあるが、可能性は低い。それって疲れるって乗っ取られるわけじゃなくて、なんだろうね、心に干渉してくる感じか。また、感情を制御ができない。これは自爆霊に限らず、霊障としてはよくあることである。その他の症状として、原因不明の痛みに苛まれることがある。病院に行って検査を受けても、医師からは原因がわからず、首をかしげられることが多い。神経痛みたいな。その原因とは痛い場所が明らかにあるのに、レントゲンなどでそこに異常がないことが証明される場合である。霊的なものが原因の場合はよくあることだ。自爆霊だとその症状がさらに強く出てくる場合が多い。自爆霊はよく物を壊したりする。この場合は自爆霊があなたに自分の存在をアピールしている場合が多く注意が必要である。それはあれか、あの野山でお猿さんが木揺らしてるのとか、猫がこう足元スリスリしてくるのも。自爆霊は猫みたいなものって考えると、なんだか愛おしくなってくるね。耳鳴りの症状は急になったり、場所やタイミングによって耳鳴りの音が違うなど、明らかに普通の耳鳴りとは違う場合がある。霊の存在を感じる第一歩。特に寒くもないのに強烈な悪寒が背中に走ることがある。日常生活ではあまり味わうことができない感覚のため、これを感じると霊的なものを感じ取っている可能性が非常に高い。自爆霊か。オカルト調査記録本を入手した。記録本だからなんだろうね、細かくまとめてるんだけど、なんかこう要点を得ないというか、結論何を言いたいのかっていうのはちょっとよくわかんなかったな。まあ、この記録本をもとにね、ちゃんとしたまとめをそのうち書くんだろうけど。これ誰が書いた本なんだ？シャオ？
鍵かかっておる。とりあえずここ探索し終えたと思うのだが、探索甘かったかな。これを持って、自爆霊だよって言いに行けないね。おっと、探索し直しかな？一旦セーブしておこう。うん、いい線だね。あ、持っていく、持っていく、持っていくか。君が倒れた理由は？まあ、いいか。赤いバラ、赤いバラか。今持ってんのは白バラと赤バラか。で、それぞれの絵がめっちゃあるから、これはもしかしたら単純に同じ絵に合わせたバラを置いていくだけか。ここは白バラかな？ああ、じゃあ白バラだ。じゃあここにとりあえず白バラを置いて、あ、ここじゃ使えないっつってんな。向きの問題だった。青バラどっかあったっけ？ここにあったか。じゃあこれをカレンダーのあるところに、ここかな？なんかガッチャンつったな。ガッチャンだから、鍵の閉まっていたここに開くか。おー、なんだろうな、某警察署みたいな謎ギミックだな。なんだろう、この部屋何もない。嘘つき。この部屋、まさか、シャオが言っていた人の部屋？だとしたら私が見ていた記憶は、その人の。名前は、シャオはなんて言ってたっけ？姉もね、姉もねえつってたね。何？あ、開かない。どうしよう。その声。シレネさん？普通に開けたな。助かったよ。これ二人とも閉じ込められた人か。っていうか一人で動くのは危険だって言ったばかりなの。大丈夫ですよ。自分の身は自分で守れますから。そんなことよりどうかしたんですか？この部屋何もないけど、一体何の部屋なのかなって。ここはアネモネの部屋ですよ。アネモネ、確か児童養護施設から引き取った人だっけ？ならどうしてそのアネモネの記憶が私に？そういえばあの新聞もアネモネのことも今年の1月のことだったような。どちらも今年の1月。もしかして。シャオ、話があるんだけど。例の仕業ですか？うん、確証はないんだけどね。でもそんな気がするんだ。例のせいでここから出られないっていうなら、私たちで成仏させましょう。好きだもんね、オカルト系の話ね、君確かね。成仏って本気でやるつもり？大丈夫ですよ。本に書かれてあることを実践すればきっと。それに、早くメアリネを病院に連れて行きたいですから。シャオ。私の部屋に成仏に関する書籍があったはずです。成仏に関する書籍、うん。わかった。それを読んでから考えようか。お、合流したかな？こっちはベランダか何か。外れそうな床板がある。外れそうな床板。お、
なんかバールかなんか持ってたっけ？マッチケースで焼く。無理か。なんだろうね、ここの、割りは。まあ、とりあえず行くか。そうね。いや、自爆霊か。やっぱ状況的に考えるなら、その、姉もねえの、その、自爆霊みたいなものがここにいるっていう可能性がすごく高そうな気がするんだが、これか。めっちゃ積まれてるね。例の条例法、条例とは違うのか？ありました。これです。例の条例法について。条例とは、憑依した霊を返すべき場所へ戻すことであり、一度剥がされた霊は二度と戻ることがない。条例には霊と結びつきのあるものが必要である。条例を行う場所は霊にとって特別な場所であることが望ましい。条例の際は呪文詠唱等の行為を行う必要がなく、時間経過で条例される。これが条例の方法みたいです。霊と結びつきがあるものか。そうなんですよね。霊と関係ありそうなものって言っても。それじゃあ、キーホルダーとかどうかな？キーホルダーですか？何も手がかりがないのであれば、選択肢としてはいいかもしれないですね。そう思う？キーホルダーと結びつき、それこそ、なんだ、アネモネさんと関係があるもの。てか、そもそも、このシャオってこうさ、アネモネがさ、死んでるっていうこと分かってなくない？いや、それも確定ではないんだけど、いやー、ゲセねえな。私のキーホルダーはなくしちゃって手元にないですから、メアリネーから借りましょう。本当になくしたの？いやー、なんか気な臭いな。この子もだけど、いや、メアリーも気な臭いね。いや、主人公もちょっと怪しいけどね。冷静すぎんか。起こさないようにね。それじゃあ頼んだよ。わかりました。もし本当に私が見たのが姉モネの記憶なら、彼女はこの近くで自殺してる。新聞に書かれていた遺体もきっと彼女のはずだ。あくまで私の推測だし、シャオには黙っておこう。例の条例法を入手した。ああ、シャオ視点で1階に行けるようになりました。やっぱり、姉もねが多分死んでるであろうことは言わなかったよね、シャオさんにね。だとすると、キーホルダーが結びつきあるって言って、特に違和感を示さなかったあの子は結構怪しい気がするんだよ。てか、あの新聞がさ、書斎のところに隠してあったってさ、おやすさん絶対知ってるよね、それ。自殺ではなかった？他殺？状況的に判断した可能性もなかないんだが。さて、一階の探索ができるようになったっつってるけど、ここめっちゃ怪しいんだよな。多分なんかアイテムが足んない。あ、シャベルとか、スコップだよ。持ってくんのかな。一旦探索してから、一階見に行きましょうか。さすがに何もなかったっていうか、すごいしれっとキャラクター入れ替わるな。さて、とりあえずメアリのところに行けばいいんだろうが、まずやっぱり探索をしたいね。シレネさんが出て行った後、メアリの傷口を確認したけど、まだ完全に出血は止まってなかった。念のためもう少し包帯を巻いてあげた方がいいかも。ああ、でも、シレネがいない状態で姉のことを気遣ってるな。いや、まあ、メアリとシャオは本当の姉妹だろうし、それに関しては違和感はないといえばないのか。わかんねえ。ただ、なんだろ、メアリねって言ったり、メアリって呼び捨てしたりするっていうのがどうにもやっぱわからないのよな。逆にこっちが本物のメアリだったりする可能性ってないだろうか。それは私の考えすぎか？ただ単にその姉っていうのがテキスト的に抜けてしまってるだけっていう可能性もゼロではないというか、その確率も非常に高いわけだが。さて、この箱はもう調べなくていいような気がするな。じゃあとりあえずあらかたはこちらでも探索はできたかな。
うん、まあやってきました。背丈と同じくらいの観葉植物だ。観葉植物。小瓶、水が少量入っておる。漫画、あれ、小説は？うん。健全ですね。圧倒的健全。特に何もコメントはないか。メアリね、少しだけ借りるよ。それにしても、懐かしいなぁ、これ。確か神社でやった、屋台の景品でもらったんだっけ。射的か何かかな。輪投げかもしれん。熊のキーホルダーを入手した。よし、シレネさんのところに戻ろう。